リングの中はテリーファンクただ一人、不気味なテーマミュージックだけが流れております。一体ブッチャーはどこからリングに登場してくるのでしょうか。全く分かりません、全く分かりません。テリーファンクがブッチャーカモンといったそんな表情であります。スーダン出身のアブドラ・ザ・ブッチャーのラインリング登場が遅れております。テーマミュージックだけが流れております。さあ拍手が起こってまいりました。やっとそのピッチャーの勇姿が見えてまいりました。いつものように黒い布を頭に覆いました。アブドラ・ザ・ブッチャーであります。ゆっくりと余裕を持って落ち着いてリングを目指しています。さあ階段エプロン、そしてリングの中に入ろうとするところテリーが行きます。テリーが行った、早くも行った。目には目を、目には目をであります。テリーが行きました。フォークの攻撃、五寸釘の攻撃、そういった狂気の攻撃を許しません。目には目を、テリーファンクが燃えています。ブッチャーの大きな背中が今放送席の目の前を通過しました。テリーが行った、サスポーのテリーエルボー一発、ブッチャーダウン、ブッチャーダウンであります。山田さん早くもエキサイトしてまいりましたね。そうですね、はい、テリーが先制攻撃をかけてますね、まあ、目には目は今日は最初から飛ばすと言っていましたテリーファンク。今あのゴングが鳴りましたね。そうですね、本日の特別試合、本日のルールは時間無制限一本勝負で行われます。反則勝ちがなしといった特別ルールが加えられまして、本日のテリーファンクアブドラ・ブッチャーの特別試合、因縁の試合は対戦であります。さあやってこいといった感じ。いったいった、フェリーが行きます。テキサスブロンコ悪に立ち向かいます。悪を許しません。サスポーから繰り広げるナックルベアパンチ攻撃、完全に奇襲攻撃、フェリーファンクがブッチャーを押しています。松永さん、はい、ジャイアント馬場選手、ジャンボ鶴田選手、全日本プロレスの全選手がリングサイドを取り囲みました。おー、取り囲んでますか。やはりこの一戦、まあ、場内乱闘を許さない形で全日本の選手が取り囲んでますね。そうですね、はい、やはりこれは金網やなんかは張っていませんけれども、選手がその代わりをやってるわけですね。人間金網の手を呈してまいりました。本日の再戦であります。ご存知のように早くも出血、はい、ブッチャー出血ですね。もうパンチがね相当集中してましたからね。左のパンチが決まりました。早くもブッチャーの眉間ギザギザに割れております。テリーという黄色い歓声。さあブッチャーがゆっくりと150キロの巨体リングの外であります。熱量に取りつかれましたこの品川スポーツランド、お客様の最前列に入っていきます。まああまり深追いをしますとですね、まあ狂気攻撃というのも十分考えられますからね。そうですね、はい、早くもリングの中に戻りましたテリーファンク。ブッチャーの表情をご覧ください。随分グロッキーですね。そうですね、やはりテリーの、ね、パンチが、ね、相当効いてるんでしょうかね、まあ、パンチとそれからエルボーも決まりましたからですね。しかしブッチャーもダメですからね、はい、これぐらいのことではちょっともやらないでしょう。不気味であります。開幕戦突如乱入、テリーと戦わせろということを強引にねじ込みまして、このシリーズ特別参加、そして1週間後の大宮では特別試合は、これは PWF のロードグラス大賞のファンが下りまして没収試合になっております。その試合の再戦が行われます。この品川スポーツランド第1次サマーシリーズの最終戦が行われております。再戦であります。この2人の因縁、さあ足を取って足を下ろしに行きます。テリーの得意技があります。膝を落としました、膝を落としました。得意技のスピニングトーホールに乗っていきたいところ、リングの中央大歓声決まりました。これはスピニングトーホールド、スピリングトーホールド、テキサスブランコスピリングトーホールド2連発であります。2連発、なかなか奇襲攻撃、ブッチャーを仕留めております。テリーコール、テリーコール、テリーコールです。完全に品川スポーツランドのお客様は全員テリーファンクのファンであります。テリーコールです。テリーコールが続いた。スピリングトーホールド長い、あと地獄好きですね。ああ、そうですね、地獄好きが入りました。やはりね、あれだけやられててもね、ブッチャーにはね、まだああいう余裕がありますね。地獄好きがありました。ブッチャー噛みついた、噛みつきました。ブッチャーの額に噛みついた。テリーファンクが飛ばしています。まあ、テリーファンクはですね、今夜はレスリングにならないかもしれないけれども、俺のプライドにかけて恥じない試合をする、
もちろん今までの借りを全て返してやると言っておりました。そうでしょうね、はい。まあ、やはりその意気込みがですね、奇襲攻撃に現れてますね。そうなんです。おっと、自動突きだ。自動突きであります。レッチャーの自動突き、自動突き3連発。キャリーが吹っ飛んだ。キャリーが吹っ飛びました。完全にブッチャーであります。ブッチャーの攻撃が今度はなかなかいいものを見せています。ビッグスレーターがいますよ。ビッグスレーターがいますね。セコンド、しかしブッチャーのね、はい、あの突きはいいですね。まあ、150キロのブッチャーの全体重を利しての地獄突き、ヘッドバットが出た。地獄突きから地獄の頭突きであります。おっと、何かを足から探してる。足から探している。なんだなんだなんだ、狂気か狂気か、なんだ。一発で、一発でダウン。一発でテリーがダウンであります。後頭部に狂気攻撃でしょうか。ちょっと見えませんね。そうですね、ちょっと見えなかったですね、はい。光るもんですね。光るものですね。金属でしょう。金属狂気攻撃。何かね、金属のあたりからちょっとね、手を出す。さあ、的が行くか。的が行きました。見えました。やっと光るもの。あっと、これはタイマックス、いや、大宮で使いました釘のようなものですよね。あ、見えました。これです。狂気攻撃であります。ブッチャーの狂気攻撃。山田さん、本日のルールはですね、反則勝ちがなしといったルールなんですよ。この辺はどうですか。そうですね、はい、そうなってくるとちょっとね、反則のね、強いね、ブッチャーに有利かもしれませんね。テリーが危ない、テリーが危ない。後ろから本日の立ち合いに馬場選手が攻撃をなんか奪ったんですか。奪ったようですね。あ、奪いましたね。持っていますよ。ジャイアンツ馬場選手がブッチャーの狂気を奪いました。さあ、距離を離してエルボードロップだ。足のエルボードロップ、カウント2。さあ、危ない、危ない、全く危ない。テリーファンク、後がありません。テリーファンク、後がありません。さあ、ジャイアンツ馬場選手が狂気を取ったというところですけれども、テリーファンクの出血もすごいですね。すごいですね。まるでもう顔面血取りがついたという感じであります。もう本当期待すごい感じであります。喉元に地獄突き。逆にね、はい、ブッチャーの方の出血がちょっと止まったみたいですね。止まりました。異様な目つきであります。だんだんと目が輝いているアブドラザ・ブッチャー。スーダン出身の悪のゴンゲであります。悪の総帥。またもや地獄突き。チョップを額の出血した部分に落としました。背中に頭突き攻撃であります。さあ、この辺の出血どうでしょうかね。はい、ベアハグですか。ベアハグですね。珍しいですね。珍しい技を見せます。ブッチャー、ベアハグの体勢です。まあ、あの狂気攻撃ですね。ケリーのスタミナがかなり奪われてますね。そうですね。そしてその上にこのベアハーグの攻撃。まず珍しい攻撃ですね。はい、ピッチャーとしてはね、はい、やはりもう何としてでもケリーを追いつけようという。ベアハーグ、さらおり。しかしケリーは余裕があります。手を上げました。両手を上げました。ケリーコールが続きます。さあ、どうか。頑張れ頑張れケリー、ケリー頑張れ。剣を顧みません。全く危険は限りない。両手を上げて、両手は V サインですよ。さあ、どうか。ベアハグをほどいた。そして期待のあたりにテキサス仕込みの頭突きだ。頭突き2連発。石頭はブッチャーですからね。この頭突きはどうですか。確かに傷を負ってますからね。サバ折りの体勢、そのままグラウンドに持ち込みます。ブッチャーカバーに入った。カバーに入りました。2回目のブッチャーのカバー。ただケリーのカバーはありません。50キロのブッチャーの全体重をリスクのカバーであります。しかしカバーしながら背骨を折っているようですね。そうですね。手を離しません。まだね、締め付けているようですね。ものすごい出血であります。控室には日本の女性ファンから千バズルが届けられました。テリーファンク、目を細めて喜んでいました。まだ締め付けています。日本ビーチのテリーファンク、日本のお客さんの前でいい試合をやりたいと言っていたテリーファンク、ちょっと危ない。まだ締め付けています。ブッチャーさん、はい、立ち合い人の馬場選手が先ほど武器を取りましたね、はい、ちょっと聞いてみますから、はい、この武器は何だったですか。狂気はね、やっぱり具合が悪いから、もう狂気なくたってすごい試合だからね。狂気なしで正々堂々と戦いという意味ですね。わかりました。正々堂々でも何でもいいですけども、やっぱ狂気だけはね、危ないから。僕も散々こんなこと やられましたからね。はい、わかりました。そういう見解です、はい、さあ、手に入れてきました。ものすごい巨漢、ブッチャーのパワーが冴えます。ケリーが吹っ飛びました。体重
の差でですね40キロ近い差があるんですよ。そうなんです、はい、ブッチャーのねやはり怖いところをね、ああいうねものすごいしなっていうような投げ方ですね、早いですね、早いんですよ、あれだけやられていながら早い攻撃があります。やっぱりね瞬発力がありますからね、はい、まさにこの砂川スポーツランド今日はお客様全員そしてまたこの放送席もですね本当に真夏の熱量に取り憑かれております。さあエプロンでありますがトップロープにあーギザギザの額、そして顔面真っ赤、テリーファンクが吹っ飛んだ。松永さん、はい、テリーの目にですね完全に血が入ってますね。これはちょっと相手が見えませんね。そうですね、はい、非常に良いですね、いや目はもう真っ赤。サバ折りに行きます。ずっとこの攻撃、ずっとこの、ね、攻撃であります。ブッチャー必要にこの攻撃にこだわっています。しかしその背中にテリーファンクの怒りのパンチ、怒りのパンチが雨あられ、怒りのパンチが雨あられ振りほどいた。ブッチャーの地獄突き、喉元であります。地獄突きが冴えます。東洋武術あらゆるものをマスターしています。サイドのヘッドバット攻撃、テリーファンク、この第一サマーションシリーズおびただしい出血であります。異様な声はブッチャー、サイドヘッドバット、そしてサウスポーから繰り広げます。サイドフック、サードラン、今度はテリーだ、テリーだ、今度はテリーだ。さあサウスポーの構え、サウスポーの構え、テリー目が見えないんじゃないでしょうかね。あるいは父ドリーファンクシニアが続けてきたガッツと兄ドリーファンクジュニアのプライドがあると言った。このドリーファンクのパンチ、右のジャブ、右のジャブ、右のジャブ、当たってますね。左のストレート、入った入った、テリーファンクの攻撃だ。左のパンチがいいですね、はい、いいですね、当たってますよ、はい、完全にギザギザの死体を捉えています。おそらくね目はあんまり見えないでしょうか、勘だけでやってるんでしょうね。動物的な勘であります、勝利への勘であります。テリーファンク全世界チャンピオン、やはりこの辺が世界チャンピオン、全世界チャンピオンの名に恥じないところですね。そうですね、はい、ブッチャーも相当強そうですね。さあ額にコーキック、コーキック、またギザギザの額からおびただしい出血。さあスピードをつけてコーキック、コーキック、テリーの攻撃、テリーの攻撃、テリーの攻撃だ。ガッツがあります、何者にも負けないガッツ、どんな状態でも立ち向かいます。ひるまない男、テリーファンクカバーに行った、初めてのカバーであります。テリーファンクのカバーカウント2。まあヤンキーと言いますと陽気で底抜けで明るいんですが、その中でもテキサスの出身のこのテリーファンク、本当にいいファイト展開です。さあこれは どこに手を入れたんですかね。傷口ですね、傷口、傷口と目ですね、あのひょうきんな目のブッチャーの目の中に指を入れました。エルボーだ、鋭角的にエルボーが決まりました。テリーファンクの攻撃、いいぞいいぞテリーで、テリーにとって言葉では尽くせないブッチャーへの恨みがあります。1年越しの恨み、さあカバーに入ったファンクは2、さあどうだ、おーという声があります。もう少しだ、テリーファンクの攻撃だ。さあ距離を測ってコーナーマットの最上段、さあどうだ、テリーが行くぞ、テリーが行く、エルボーのロックやさがつ、ブッチャー止まりません。ここではエルボーだ、エルボー、エルボー、エルボー、カバーに入りました。エルボー攻撃、まだカウント1で返しましたね、まあ、テリーファンクはですね本人はキーホールなんかよりもですね、ここまで叩き止めしたいと言っていました。さあどうか、またもや上がった、コーナーマットの最上段、ああ急所を打ちました、トップロープに急所を打ちました。テリーファンク、これは止まりません、急所を抑え込んでます。ああこれは止まりませんね、ロープでね、もういやもろに打ちましたね。しかし攻撃を仕掛けたブッチャーの方もですね、あれだけのエルボーの攻撃を集中砲火受けましてグロッキーであります。そうですね、テリーの状態が心配です。テリーはまだ急所を抑え込んだままです。あ、まだ上樋口のカウントが進んでますね。カウント今8ですよ、カウント8、カウント9、危ない、危ない、カウント10、カウントどうか、さあ音、カウント、カウントが入りました、カウントが入りました。さあどうですかね、これはおそらくカウント10だとリングアウトですね、ということは勝利はブッチャーということになりますけども、そういうことになりますね。ジョーンズが入りました。松永さん、はい、まだね球場ねずっと抑え込んだまま体をクロスに曲げましたね、
抱え苦しんでます。はい、ブッチャーの手を挙げました。レフリーの上樋口はブッチャーの手を挙げました。そうしますと因縁の一戦にどうやら決着がついたようであります。テリーファンクを破りました。ブッチャーがテリーファンクを破りました。非常にね、はい、テリーにとっては不運な結果ですね。これはああ、バイソンサイドですね。ジョーンズ、それからドン・グレイト、それからキング・ドッグもね出てまいりましたよ。まだまだキングの外、テリーファンク9勝を抑えています。キム・ドク、そしてジョーンズ、ドン・ウェイト、こういった外人サイドも全てこのブッチャーについております。まだまだこのテリーファンクがですね、リングの外ですね。そうですね、松永さん、一人じゃ絶対に立てませんね。立てない、一人じゃ立てません。ああ、立てないですが、これは急所攻撃ですね。あのね、はい、トップロープのコーナーのね、トップロープになりましたね。そこのところを攻撃されたんで、相当高くからロープを打ちましたからね。このロープというのはね、はい、中にワイヤーが通ってまして非常にね硬いんですよ。そうですね、それから3メートルぐらい高いところからリングの外に落ちたわけですね。そうなんです。それから今あの正式にコールがありまして、ブッチャーがテリーファンクを破ったという、まあ、原リングアナウンサーからの正式なコールがありまして、これは間違いないですね。ブッチャーもね、なんかグロッキーですね、はい、グロッキーです。あのなんかね、もうダウンしていますね。はい、倉持さん、勝利の方はブッチャー間違いないですね。今のところそういう見解ですね、はい、早くもテリーファンクの姿がリングサイド見られません。ああ、ビッグスレーターに連れられて今花道に入っていきますね。そうですね、ああ、急所嫌というほど打ちまして、そのままリングアウト。勝利の方はブッチャーが掴んでおりますが、ブッチャーがダウンしてますね。ブッチャーの方もダウンをしております。勝利の右手を上げようとする上樋口の言うことを聞きません。グロッキーです。さん、はい、ジョーさんがね、正式にブッチャーの勝ちを制しました。はい、わかりました。正式に2人の因縁にどうやら決着がついたようであります。ブッチャーもね、テリーファンクは敗れました。おそらくね、はい、相当出血が多かったんで、グロッキーなんですよね。そうですね、このままリングを後にするようですね。あ、さあ、おっと、キムドクが乱入であります。目の前、一体何が起こったのか、突っ込んでまいりました。鶴田とキムドクの因縁もあります。次期シリーズ UN タイトルマッチが実現します。まあ、それにしましてもね、ブッチャーがですね起き上がれません。そうですね、こういったブッチャーを見る、まだまだブッチャーが立ち上がれません。ジョーンズ並びにドン・ウェイト、あるいは全日本の若手が、松永さん、はい、ブッチャーのね、私すぐ横に来ましたけどね、もう本当に目はうつろでね、まだ半目